2番目の問題は、同様の状況で、ディメンションのカーネル A と、ディメンションの、カーネル AQ ですか？これどうやって示すんだろう？ちょっとなんか恐ろしい。で、これちょっとさっきの、ちょっとまず補足すると、教科書にあるんですけど、あまり難しくないんですけど、定理 5.4 によると、を使うと、カーネル A と、カーネル、PA ですか。これが、等しくなります。次元が等しいんじゃなくて、さらに、何かというと、回空間自体が、これ当たり前ですね。AX イコール0が基本的な方程式ですね。そうすると、PAX イコール0は OK ですね。で、何があるかというと、P インバースがありから、これも0ですね。で、これ、他ならぬは AX ですね。これ自体はそんなに難しいことないですね。それで、これですけど、どうやってやるんだろう。基本的には X がカーネル A としますね。まあ、ですから、これはAX イコール0ですね。そしたら、これを、こんな風にします。AQ の Q インバース X が0ですね。まあ、ですから、これとですね、これ必要十分条件なの。AQ かな。というわけですね。というわけで、Q インバース X です。すいません。これだけです。それで、まあ、これを使って証明します。これはアイディアですね。それで、大したことなくて、じゃあカーネル A の規定を、X1 から XL にしましょうか。で、そしたら、まず一番目は、Q インで、Q インバース X は、X1、Q、まずゆっくりと Q インバース XL。これはカーネル、AQ ですね。これわかります。今示しましたね。まあ、正確に言うと、Q インバース XJ に AQ をかけたら、XJ で、XJ はカーネル A の規定なんだから、特にカーネル A 入ってるからこれ0ですね。より OK ですね。いいですか。それで、まあ大体これは使ってるわけなんですけど、同じことなんですけど、で、2番目は一時特許ですか。Q インバース X1 から Q インバース XL は一時特許ですか。これが分かります。それはですね、まあ、一時特許を示すのはもう、これ、ベリースペシャルワンパターンで、VSOP。これ、君たち知らないかもしれませんけど、私が、大学生になった頃、私は20歳になるまで飲みませんでしたけど、一応そう言っておきます。
それで、当時ウイスキー流行ったんです。あ、じゃなくて、ブランデーが流行ったんだな。もう流行ってたんだよね。それで、それが VSOP とかいうので、ベリースペシャルワンパターンってなんか、どうでもいいですけど、当時ウイスキーも流行ってたんで、ね、ブランデーなんて日本であの流行ったのは一度もないですね。ほんとこと言うと。で、これ以降ゼロにしますね。一位同率ですから。それで、で、それとこれはですね、さっきから同じことやってることを気づきました。大体ワンパターンなんですよね。こういうふうに、逆、こちらがこちら簡単だけど、こちらがこちら難しいですね。それができるようになるっていうのもトレーニングの一環です。で、そうすると、Q インバースは、生息というか、これ、Q かけたいわけね。Q をかけると、両辺に Q かけると、CHX1 プラス、CLXL が0でしょ。で、一位独立ですから、カーネル A の規定ですから、X1 から XL は一位独立より、C1 から C1 イコール、こうですね。それで、2番目は、なんかめんどくせえな。Q インバースの X1、Q インバースの XL は、イメージ。AQ を生成します。貼るとか貼られるとかよくわかんないから、もう生成の方がすっきりすることに気づいたんで、今日からそれを使いますけど、じゃあ、X がカーネル AQ にしましょうか。まあ、これ大したことなくて、AQ が0ですね。そうすると、すいません、AQX が0ですね。そうすると、で、これそうすると、QX は、QX はカーネル A に入っているわけね。そうすると、QX はカーネル A の規定から、CHX1 プラス、CL の XL ですね。で、Q インバースかけたら、これをかけると、X は、この X ですけど、もういいですね。C1、Q インバース X1。これ、この問題いいですね。テストで出したくなってきたけど。というふうに書けますね。だから、これ生成してるわけね。Q インバース X1 から Q インバース XL の定数倍で、この X が書けてますね。だから、イメージ AQ を生成します。で、だから、一時独立で生成してるんだから、L 本ですから、だから、これで、場所がないから、そこに書きますけどね。最初はここに書いてあるけど、ディメンションのカーネル A が L でしょ。で、今示したのは、これ L 本ですね。だから、ディメンションのカーネル AQ が L ですから、等しいって、メータシというわけです。で、まあ、こんな感じです。で、もうちょっと等式じゃなくて不等式、Q が正則ないってことを仮定して、なんか不等式に出すとか、そういうような問題もあるんですけど、それは来週やってもらおうかな。今、Q 正則だから等しくなっちゃうんだけど、Q が一般の場合はどうなるかとか、そういうような話を、来週問題作ってきますから、今日はここまでにしましょう。